はい、どうも皆さんこんばんは。サイテンマンです。ゼルダの伝説トワイライトプリンセス、早速やっていきましょう。砂漠の処刑場の続きからですね、いきます。このダンジョンね、もう続けて、ちなみに今回は撮ってるんですけど、異常に怖いです。ゼルダのなんか真骨頂みたいなことやって、ほらもうこれ針ってなんだよ、針って何言って、針が出るぞこれ、ミスったとこ行くと。うわー、もうとりあえず走れ最低マン、逃げろ、よし、とりあえずこいつ倒してみます。ダメだ、ここ落ちたら元も子もないんで、よし。これか。いやー、もうほんとね、前回のパートもとんでもない発狂しましたね。ここか。で、これ押し込むと、ハムナプトラというか、こういうなんかダンジョンの定番なんでしょうね。ハムナプトラ的ななんかゴキブリみたいなやつ出したり、骸骨出したりみたいなんて、こういうなんていうのいるね、こういう場所のなんか定番みたいなとこあるんでしょうね。だから別にパクリとかそういうことじゃなくて、単にこの奥はなんだ、あ、これ引っ張れってことか。要はあの箱みたいなのを押したのは、多分引っ張る箇所を確保してくれるってことだと思います。よし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 、とりあえずこれを引っ張って、あれを上に上げて、あの通路の奥行きましょう。サクサク行きますよ。まずいまずいまずい、怖すぎるだろ、あれ降ってくるって何よ。お、宝箱、とりあえずこれ回収しましょう。コンパスかな、うん、コンパスですね。なんでわかるんだよと。今のはね、簡単だったんですよ。今宝箱開けるムービーみたいなやつ入ったでしょ。だからマップかコンパスか、もしくはこのダンジョンで手に入るお宝アイテム的なものなんですけど、マップは持ってるじゃないですか。で、お宝アイテムはまだ若干早いかなと思ったんで、多分コンパスかなと。何のあれだよっていう、何の予想だよっていう、そんなもんいらねえよと、もっと手くれよと、そんなもんの前に。鍵がないんで、こっちか。うわっと、こいつだ。これはどうしよう。やべっ、ぶねえ。こいつもう相手してらんないんで無視します。小さな鍵手に入ったんで、反対側の扉から行きましょう。逃げろ、リンク。あぶねえ。もらえばやばいな、あれ。即死級の威力で出す、でしが来てもおかしくなかったですよ。しっかよ。怖いぜ。とりあえず渡ろう。なんか音がする。なんか音がする。何の音だ。あいつらか。いちいち怖いよね、もうね。こちらも来てんのか。よし、とりあえず近づかせませんよ。 OK です。敵が多いな。よし、いる、待て待て待て、やつだ、やつがいる。とりあえず合成で打ち込んでいて、戻るぞ戻るぞ。あいつは爆弾矢当てないと多分倒せないんで、爆弾矢もしくは爆弾かな、
爆弾当てないと多分倒せないんで。いる、まだいる。あいつに近づかれるのはまずい。くそ、矢がなくなったな。くー、矢がなくなったな。次あいつ出たら対処できないですね。オッケー、いいタイミングです。いいタイミングできましたね。ここは、あの向こうか、向こうか、向こうですね。待って、でいいのかな、向こうでいいか。なんか変な音しない？気のせいか。うみたいな、なんか幽霊の声みたいなしたんですけど。地下、うーん、怖いな、ここも。そうだ、獣になろう。獣になってセンスで、わかんないか。敵がワンチャンいるんだよな。敵の曲鳴ってんのにさ、敵出ないってめっちゃ怖いんですよ。お、宝箱回収しといて。お、小さな鍵ですね。なに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 、なに、なんのと、なになになに食らってんの俺。うわわ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 、あせ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 、ちょ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 、やばい、逃げろ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 。ほら、もうわけわかんないわ、わけわかんないわ。もうなにこれ、あ、これか。あ、そうかそうかそうか。なんかあの変な音がしてたのは多分、あーいつか、なるほどね、こいつの音ですね。なんか変な音してたのは多分こいつの音です。こいつはあの透明の状態だと多分食らわないですね。だから青くなった時を狙い撃ちます。うん、青くなった時は物理的ダメージが入るみたいですね。透明状態だと食らわないみたいなんで。いや、ヘッドホンしてて助かりましたわ。音楽消してたらこいつ気づけないですよ。てか、わかるかよ、あんな。あんなもん。俺ヘッドホンでやってなかったら絶対気づけてないからね。てか、ヘッドホンしてたけど俺結構見逃してましたからね、今。やっぱ獣リンクで行きますか。敵も見えないですもんね。さっきなんかまとわりつかれたのも全然見えなかったんだよな、敵。ほら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 、やっぱ獣リンクですね、ここは。ちょっとやめてくれませんか。何なんだよこいつらよ。元に戻ろう、人間に戻ろう。なんかなんか乗ってんな。ダメだ、見えないと攻撃しようないわ。はい、普通にこの技で外せました。うん、この技で普通に外せました。なんで先進みましょう。もうここ嫌なんで、もう先進みます。一回外れなかったよね、でもさっき。あ、これ3つ目ですね。さっき外れなかったよね。なんで外れなかったんでしょうか。俺マジで詰んだと思ったもん、今一瞬。俺これもう無理なゲームなんだって俺思ったもん。オッケー、怖いよここ。でも人間戻ろう。人間の方が行きやすいわ、ここは。鎖が上がってるんで、落ちないように反対側に回り。はい、さっきね、下落ちてしまったんで、戻ってきました。まあ、多分、こっちでしょうね。うん、下何もなかったんで、こっちだと思います。
よし、行きましょう。俺これ多分ヘッドホンしてるから余計怖いのかな。ヘッドホンで普通にゲーミングのヘッドホンでやってるんですよ。 FPS のゲームとかやる用の、少なくともこういう任天堂のゲームをやる用のあれじゃないものを使ってやってるんですよ。なんでそれで俺怖さ倍増してんのかな。普通になんかね、結構いい感じの音で流れるんですよ。だからそれで俺怖さ倍増してる説あるな。20ルピーか。鍵だと思ったんですけどね。財布に入りきらない。うわばばば、財布に入りきらないとな。財布が小さいってことか。なるほど。大人の財布みたいなのゲットしないといけないんでしょうか。あ、こっちから来たのか。うん、俺こっちから来たんじゃない、ないわ。どこだ、どこ行きゃいいんだ。まあ、とりあえずこの鎖引っ張れってことでしょうね。とりあえず引っ張って、あ、ここ扉見えるんで、あれちょっと行きますか、あの扉のとこ。降ってくるって、それ利用して、それ利用してここ登って渡りきるってことか。 OK。 ふう、いや大変だな。次は、次から次へとこの恐怖のなんていうのあれが続きますよね。何、うわ、爆弾もうないんですけど。マジかよ。無視しますか。無視よ、無視しよう。これシカッティングしよう。これよし、とりあえず爆弾か、爆弾でやれってことか。要するにシカッティング、シカッティングしちゃって、やばいやばい。あ、こいつ倒さないと開かない系もしかして。面倒だぜ。まあいいや、爆弾は手に入ったんで倒しましょう。はい、と水中爆弾をちょうどいいところに置いといてくれてましたね。なんかある。これも爆弾かな、これ弓矢かな。爆弾か。あの爆弾切れたら詰むからでしょうね、これ多分。爆弾でしかあいつ倒せないってことでしょう、要するに。あとは何にもなさげですね。先行きましょう。次から次へと罠が襲いかかってきますね。怖いですよ、非常に。非常に怖い。多分、おそらく、さっきも言ったんですけど、ゲーミングヘッドホンしてるから余計怖いんでしょ、これ。外せよっていう話なんですけど。お？なんだ、あ、これ全部つけていけるみたいなことでしょうか。あ、二つでいいの？え、二つでいいの？どういうこと？二つでいいの？どういうこと？まあまあいいか、まあまあいいわ。燃料、油もったいないんで、二つでいいんだったら、まあまあいいでしょ。いや、まあまあでも結構サクサク進めていけてんじゃないですか、なんだかんだ言って。お、最後のあいつか。結構サクサク来てますね。ここの目玉アイテムは手に入ってないんですけど、どこかな、あ、いた。よう、さっさととどめ刺させてもらいますよ。何、分身だと。マジか、マジかマギか、これ。どれが本物かわからんぞ。どれが本物かわからんぞ。これだ、そっちじゃなかった。ああ、なるほど。正しくターゲッティングしないと、ダメですね、瞬時に。反射神経が問われますよ。どれだ、どれだ、どれだ、どれだ。あーっと。
やるな、やるな。どれだ。ガッと。すいませんね、めっちゃむずいっすわ。こいつが攻撃に移る瞬間、青くなるやつがいるので、取れた。あーっと外した。もうこんなとこいるから倒しにくいんですよ。ここだったら見える。あ、もう見えないんだ。厄介だな。取れた。あー、もうそれか。チキシュー、すいません、ちょっと無言になってます。こいつだ。よし、ゲーム実況者は無言になると強いんですよ。こいつだ。すいません、ちょっと無言になっておりました。 OK。 無言モードを使わすとはなかなかやりますね、こいつ。よし、とりあえず回収したので、つけに戻りましょうか。じゃあつけにというか、4つ目のやつですね。あ、向こうです。中央ですね。4つ灯すとどうなるのか非常に楽しみですね。オッケー。こっちですね。よし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 、なかなかいい感じですよ。で、これで4つ目です。これで多分向こう行けるようになるんじゃないかなと思います。向こうというか、あの上のとこですね。ついに扉が開く。はい、やりました。ついにね、あの上に乗り込んでやろうというとこなんですけど、マップを見る限りまだ若干、いや、まだあるな。うん、まだちょっとありそうですが、もう結構ね、順調にサクサクできているかなと思うんですけども、一旦じゃあこの辺でこのパート切ります。また次回この続きからやっていけたらなと思います。ブレス・オブ・ザ・ワイルドの追加 DLC までになんとか終わらすことができれば、同時進行にならずに済むかなと。ブレス・オブ・ザ・ワイルドの実況と同時進行にならずに済むかなと思うんですけど、まあ間に合わなかったら間に合わなかったで、まあまあそれはそれで、まあ仕方がないかなという感じなんですけど、まあできるだけね、更新頻度は上げていけたらなと思います。ということで、また次回お会いしましょう。サイテンマンでした。ありがとうございました。